城下町のダンデライオンは、春スガあゆみによる日本の4コマ漫画作品。法文社発行の漫画タイムキララミラクに2012年4月号、6月号にゲスト掲載された後、同年8月号より連載開始。同志の休館により、漫画タイムキララに移籍して2018年1月号から2019年9月号まで掲載された。その後、 長期休済を経て2020年8月7日よりコミックフズに移籍し新章の連載が開始された2014年11月にアニメ化が発表され TBS テレビ他にて2015年7月より9月まで放送された2016年8月中旬に CBGK 部劇にて舞台公演が上演された能力他の兄弟姉妹の今後については 雑多となるために登場人物を参照とする。王家の一族だが、特殊能力を除いて大抵は普通に生活している。また、異常な熱源反応や尋常ではない叫び声などの異常事態でもない限り出番はない。毎週年長組の4人がくじを引いて、掃除、洗濯、料理、買い物の割り当てを決める。ただし、たまに能力暴走の症状で、 能力が暴走してしまう。桜田家の定めその1、街中に設置されたカメラで監視される。桜田家の定めその2、国民投票により子供たちの中から、次期国王が選ばれる。王冠をいただく者は、真実と正義と平和を守り、高潔さと理想と信念を持つ者なり。国王はいついかなる時も、輝ける太陽のごとく、国民を希望に導くことを誓う。 2014年11月16日発売の漫画タイムキララミラク1月号にてアニメ化が発表され2015年7月より9月まで TBS テレビ、CBC テレビ、3テレビ、BSTBS BS にて放送された。漫画タイムキララミラク連載作品のアニメ化は幸いハラグラフィティ以来半4ヶ月ぶり通算3作目である。キャッチフレーズは大家族特殊能力選挙 TBS テレビでは字幕放送を実施しており、赤根のセリフを黄色、青いのセリフを水色、総一郎のセリフを緑色で表記している。本作では監督を秋田屋のりきが副監督を福島力がアニメーション制作をプロダクションアイムズが担当し、2.3本立ての構成となっている。福島が副監督になった経緯は、 ちょうど秋田屋と別の作品で仕事をしていた時に、フォローを頼まれたからである。メインスタッフと打ち合わせをしたところ、秋田屋はどういうテンポ感で演出したらいいのか、悩んだという。そこで無理に30分1本のストーリーにするよりも、2本、もしくは3本縦に分けることで、原作にあるコマのリズムを活かすような方向にしたら、どうかという話になった。秋田屋や福島のほか木村康次代。 本南集、五郎、濁川厚といった若手の演出家が携わった。木村と本南は制作デスクの山口直の誘いを受けたのが経緯で、濁川は彼が所属する B、バードの代表取締役の鵜海博ひから話を受けて参加した。シリーズ構成は吉田玲子が担当しており、吉田のほか、サブライターとして高山勝彦、広田光月が参加する。 4月で始まり3月で王様を決めるまでの1年間を全12話のストーリーで展開される。1ヶ月分のストーリーを1話分にまとめる構成となっている。第10話までは原作のネームを見てから内容を決めていたのだが、第11.12話はネームではなく、プロットしかなかったため、話の大筋は同じ流れにして、選挙で治が王様になるまでのアプローチは、 アニメサイドで決めることになった。オリジナルで書く部分が多い回については、基本的に吉田が担当する。反対に、原作のテイストを生かした回はお任せしたとのこと。コメディが得意な鉱山は弾ける感じのネタが多い回を、広田は、スカーレット・ブルームが登場する回を担当した。原作には登場しない、ローズ・タイフーン・ WX は、広田のオリジナルの設定であり、 赤根をスカーレットブルームとして指導させるきっかけとして考案した。最終話となる第12話は吉田の完全オリジナルストーリーになっており、おさむが王様になることへの納得感を大切にして書いたと語っている。キャラクターデザインは小林誠平が務めており、アイムズのプロデューサーである青木で栄一に誘われたのがきっかけである。身が 高めに描かれているのと、原作には結構広角に見せる画面が多いのが多かったので、それをそのままアニメに持ってくるとなると表現しきれない部分があると思ったりしたという。作業時間はメインキャラクター9人に3.4ヶ月くらい、ラフ1日、聖書に1日という感じで1人当たり数日のペースで作業したとのこと。創作画監督の仕事としてはカット数で数えると、 毎回120カットくらいの言語修正を行った。CG 監督は、スバルスバルマイナスの植木真央が務めており、監視カメラやドローンのモデルを作成するほか、桜田家のリビングのレイアウト制作を担当した。城下町のダンデライオン桜田ファミリーニュースのタイトルで、2015年7月3日から9月25日まで、ニコニコ生放送にて配信された。 各週金曜日22時更新。パーソナリティは松井恵リ子、愛坂優香。ありがとうございます。